王子の集合写真。釜石鉱山、田中製鉄所は、新日鉄住金釜石製鉄所の前身にあたる製鉄所である。1886年に、日本で最初に航路による製鉄を軌道に乗せた。コークスを使った先鉄の算出もここが最初であり、日本で初めて安定稼働した図郷一貫製鉄所でも、ある。1880年に、 釜石に建設された官営の製鉄所は創業がうまくいかず1883年に廃業した。製鉄所を管轄する工部省は政府御用田市の金物省であった東京の田中長兵衛に払い下げを依頼する。娘婿で番頭閣の横山久太郎や長男、安太郎の熱心な勧めもあって製鉄所の再建を決意した田中長兵衛は 横山を派遣して現地の総責任者とし、休止していた英国製25トン航路の他に新たに2機の小型航路を作って、先鉄の製造に当たらせた。官営時代のものを回収して使った30トンの大型航路。明治27年、ここから日本初のコークスズクが生まれた。横山は官営時代の技術者の中から航路創業主任として、 高橋又助、機械設備主任として、村井玄兵衛らを雇い入れ、彼らをはじめとする多くの人々と共に聖戦に挑戦するが、度重なる失敗によって資金は底をついてしまう。従業員らに支払う給金もなくなり、横山自身の家財道具まで売り払う状況の中、1886年7月、横山九太郎は、東京の田中長兵から呼び出しを受けた。 上京する横山から現場を託された高橋又助は、何とか成功させたいという思いから、横山不在の間にも二度の創業を試みるが、いずれも失敗に終わる。やがて、田中長兵衛より自ら釜石に赴くという知らせが入り、それを待つのみとなった高橋又助は、全従業員を集めて作業所の休業と会ことを告げた。その晩、 高橋またすけの夢に不思議な老人が現れ、これまで良い功績として使用していたものを不良だと言い,い、不良だとしていたものこそが、真に良い功績だと告げて消え去ったという。その翌朝、高橋またすけのもとに昨日解雇した、従業員一同が訪れた。そして、度重なる失敗が続き解雇も仕方がないとは思うが、このまま終わるにはどうしても諦めきれない。 家族に食べさせる食料さえあれば賃金はいらないので、どうかもう少し挑戦させてほしいと懇願した。さらに彼らは、これまで不良として使われなかった功績を、ぜひ試してほしいという、夢の話との奇妙な一致に、もう一度挑戦することを決めた、高橋又助が従業員と共に迎えた通算49回目。鉄は、途切れることなく、流れ出し、長い苦難の道を経て、 ついに成功するに至った。この日、1886年10月16日は、後に、釜石製鉄所の創業記念日となった。これを受けて、本格的に経営に乗り出した、田中長兵衛によって設立されたのが、釜石鉱山、田中製鉄所である。1887年7月のことで、初代所長には、横山久太郎が任命された。 大きく掲げられた釜石鉱山、田中製鉄所の表札が見える。大橋分工場同年、政府より、釜石の土地や、建物、機械類などすべての払い下げを受け、大橋に分工場を建設する。1890年の先鉄年間生産工は4000トンで、日本国内で年2万トン生産されたうちの約20%に、過ぎず、残りの80%は、 中国地方で古来より盛んなたたらの砂鉄精錬が占めていたが、鉄に対する時代の需要に応えて釜石は、その生産量を伸ばしていく。1893年には廃止されていた釜石鉱山鉄道を馬車鉄道として再開させた。1890年には大阪法兵交渉において、当時世界的に評価の高かったイタリアのグレゴリーに生鮮鉄よりも、 釜石製銭鉄の方が弾丸用として、より優れていることが立証された。成功原料としての釜石ずもまたクルップ社製、H レミー社製のものに匹敵し、その上クルップに対して3割、レミーに対しては6割安価に作成できることも判明している。1894年には古問に、夜勤学者の野呂影義、主任義士にその弟子、カ村ラ六を迎え、 ノロ,ロが提唱したコークス利用の生鮮法に挑戦。改修大型化した、官英時代の英国製30トン航路で、日本初のコークス塾くの産出にも成功した。この年釜石の先鉄生産工は、砂鉄づくの生産工を超えて、国内で生産される先鉄のおよそ7割を占めている。翌1895年に、上記2名による、 鉱石埋蔵量の調査を行ったところ、前回1892年調査時の1400万トンを、はるかに上回る推定4900万トンという、調査結果が報告された。先鉄を生産すれば、必ず輸送手段が必要となってくる。1886年の鈴子、大橋間の二馬車輸送開始を皮切りに、1891年には、滝のほらから、大橋間で二輪車。 輸送、八百九十三年には新山、滝のホラ間で馬車鉄道が開通。八百九十四年には、元山、滝のホラ間にインクライン仮設。八百九十五年には、元山、大橋間の連絡実施に伴って馬車鉄道を廃止した。八百九十七年には、スケヒナイモト山間のトンネルが貫通して、同線の軌道が開通し、この年、 以後鉄道は次第に伏線化されてゆく。航路回収がなった際の集合写真。前列中央白い洋服が横山。その左が野呂、銅の黒い洋服がカムラ。60トンクラスの大航路。1901年、田中長兵衛が亡くなり、長男の安太郎が二代目。田中長兵衛の名と社長職を継ぐ。同年、北九州に作られた官営屋渡製鉄所の 洋航炉ヒーレにあたっては、釜石鉱山、田中製鉄所より選抜された、山崎勘介、笹山二郎ら計7名の航路作業者が派遣された。1903年にはこれまでの先鉄生産に加え、成功作業を開始。八幡製鉄所より一足早く、日本で最初に安定した、稼働の見込める、筑港一貫製鉄所となる。 また、製造した鉄鋼を運ぶ海運にもより総力を入れ、1904年には、帰船長90を購入している。1916年、カムラに代わって、主任技師となった中大子指導のもと、120トンの大航路を建設。1917年4月1日には株式会社化。田中鉱山、株式会社が発足し、釜石鉱山製鉄所は、 同社の釜石工業所となった。会社は、資本金2000万円、払い込み1000万円、社長の田中長兵衛以下、専務取締役に、横山久太郎と、田中長一郎、取締役に、河村小六と中王子指導、監査役に、吉田長三郎と、高橋又助という人容であった。しかし1918年の第一次世界。 大戦終結後に襲ってきた不況の波の影響は強く、経営は次第に悪化してゆく。1919年11月、創業以来未曽有という労働葬儀が起こり、全工場が一時創業を停止してしまう。これは、警察官200名、陸軍2個中隊が出動するという大規模なものだった。この前年に入社した社員の三木隆氏の努力により、なんとか葬儀は解決されたものの、 不債が増加するなど深刻な被害を受けている。1921年には最後の木炭武器製功炉を持つ栗原文工場も創業を停止、1923年の関東大震災による東京の本店消失などがそれらの流れに追い打ちをかけてついに経営が破綻。1924年に田中鉱山は田中家から 三井財閥系の三井鉱山に経営権を移し、釜石鉱山株式会社に社名を変更した。大正12年頃の中鉄館の中造場、女性も働いていたことがわかる。1896年6月15日、いわゆる明治三陸地震による巨大津波が三陸海岸を襲った。各所で、軒きみ10メートル以上、場所によっては、 海抜45メートル地点まで到達したとも言われる津波の前に多くの家屋が倒壊し、釜石は人口6529名中死者4985名を数えた。釜石鉱山、田中製鉄所も人的物的に大きな被害を受けるが、所長横山の指示により工場を開放した木出しが行われたと伝わる。1917年、 株式会社化された頃の釜石鉱山製鉄所。先鉄と鉄鉱石をそれぞれ別に記した。ありがとうございます。